口をあんあん。おいしいおいしい。まずはミニトマトを熱湯にさっとくぐらせてお水にとっておくよ。トマトの薄い皮は優しく剥いてあげたら、小さくカットしておくよ。柔らかく茹でたオクラは薄くカットしておいてね。ボウルに納豆、お醤油、お酢を入れて混ぜたら、トマトとオクラを入れてよく混ぜ合わせておくよ。丼にご飯、具を盛り付けしていくよ。最後に刻み海苔を散らしたら、トマト納豆丼の出来上がり。さあ、召し上がれ。まずは沸騰したお湯でオクラを茹でたら、火から下ろして薄くカットしておくよ。ボウルに卵、お水、お砂糖、お塩を入れたら、卵を溶きながらよく混ぜていくよ。卵焼き器にサラダ油を塗って、溶き卵を流し入れたら、オクラを散らして奥から手前に巻いて、同じように繰り返していくよ。オクラをまんべんなく散らしたら、溶き卵を流し入れて、手前に巻いて形を整えたら、オクラの卵焼きの出来上がり。さあ、召し上がれ。まずはピーマンを半分にカットしていくよ。種を取ったらスティック状にカットしておいてね。袋にピーマン、
力粉を入れて振りながらよくまぶしていくよ。シャカシャカシャカ。ピーマンを水溶き薄力粉にくぐらせたら、パン粉と粉チーズをよくまぶして170度の油で揚げていくよ。パチ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 。火が通ってきたら裏返して、こんがりきつね色になったら、ピーマンフライの出来上がり。さあ召し上がれ。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。大きなお口をあん、作るよ。まずはきゅうりを半分にカットするよ。次は細長く切ったら小さくカットしていくよ。トントントン、トントントン。きゅうりにお塩を振って軽く揉んで水気を切っておくよ。ボウルにご飯、きゅうり、ツナ、お酢、白ごまを入れて切るように混ぜていくよ。ラップの上に混ぜご飯を乗せておにぎりを握っていくよ。きれいな三角に握れたら、ポリポリきゅうりのおにぎりの出来上がり。さあ召し上がれ。大きなお口をあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。大きなお口をあんあん、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しい。おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしいおいしい、楽しいな。今日はナスとパプリカのラタトゥイユを作るよ。まずはナスの皮をピーラーで剥いたら、小さい四角にカットしていくよ。パプリカは半分に切ったら、種を取って小さい四角にカットして、ピーマンも同じようにカットしておいてね。フライパンにオリーブオイル、玉ねぎ、ナス、パプリカ、ピーマンを入れて炒めていくよ。ツナ、トマトの水煮を汁ごと入れたら、お塩を加えて炒めていくよ。時々混ぜながらじっくり煮詰めて、水気が飛んできたら、ナスとパプリカのラタトゥイユの出来上がり。さあ召し上がれ。